き、フロストガール。フロストガールとは、マインクラフト上で可愛い女の子を装い、男性プレイヤーを巧みに操作する謎モブである。こんにちは。私はフロストガール。あ、突然だけど、12月の誕生日って知ってますか？たくさんあるんだけど、その中でも私は、水仙が好きなの。多年草で、冬から春にかけて白焼きの花を咲かせるものが多い。見た目の可憐さとは裏腹に前草が有毒だが、鱗口に特に毒成分が多い。水仙の致死量はマウスで 10.7g である。花言葉は、片思い。さあ、今日もメガネを手伝いしなきゃ。頑張ります。そうそう、昨日メガネとさんに、お手伝いをするって約束したの。元気がない昨日でいいね。私がやります。キモイモチ。元気がないと、私も悲しくなります。待っててね、カシモキさん。かわいそう。何かの病気かしら。でも、これなら治せそう。昔、お母さんに聞いたことあるの。弱った部分だけ少し取るの。そうすると、また元気になるの。大丈夫よ、カシモキさん。私が直してあげる。これでよし。今、すごい音が。カシモキさん、もう大丈夫ですよ。終わりましたよ。あ、ありがとう。ふぅ、人の役に立つのって気持ちいい。お手伝いしましょうか。だ、大丈夫です。私もできますよ。こう見えても、畑仕事、好きなんです。大丈夫です。そこの畑はまだ収穫しないんです。そうなんですか。でも、こんなにいい苗がなってますよ。それは、私が改良をした植物でして。できれば、壊さない、いや、そっとしておいてほしいんです。そうなんですね。品種改良なんて、すごいですね。あ、確かに、言われてみれば、イナホがちょっと変わっているというか、なんか、キラキラしてるというか、とても綺麗です。畑一面、このイナホやったら綺麗ですね。綺麗なイナホ、大事にしてくださいね。この目が、大好きです。こんにちは。あ、こんにちは。なんで埋まってるんですか？これは、趣味だよ。そう、俺の趣味。面白いですね。ありがとう。皆さん、面白くて優しい人ばかりですね。だろ？やっぱり、この目が、私は、大好きです。え、俺のこと？ふふふ。ちょ、俺のこと、大好きって。ちょっと待て、俺のことだろ。フロストガールは、俺が好きなんだよ。もう、やめてください。ごめんね。私こそ、ごめんなさい。お、謝るのか？いつも私のせいで、男の子は、喧嘩しちゃうの。そっち。だから、私が悪いの。そんなことないよ。ほんと。ほんと、ほんと。よかったー。